岩尾ぬプりは、北海道阿武田郡ャン町と磯谷郡、蘭市町とにまたがる、標高1116メートルの活火山である。ニセコ連邦東山系に位置し、ニセコシャコタンをたる海岸国定公園内に属する。三名は、アイヌ語で、岩尾ぬプりで、硫黄山を意味する。ニセコ連邦の中で最も赤い火山であり、江戸時代後半や20世紀初頭には、 山頂部で噴気活動があったことが記録されている。山頂は東側に開いた河口の中に中央河口球で、こちら側では噴気はほとんどない。一方、山頂の西側には350-250メートルの河口があり、さらにその河口の中心に直径約100メートルの河口が入れ子状に存在している。こちら側では山肌は 黄の結晶や火山歴に覆われ、噴気活動を伴う温泉が噴出している。また、岩オヌプリとニトヌプリの間に、直径約900メートルのカルデラ状の窪地があり、その中心に小岩オヌプリがある。山頂西側かイ岩オヌプリの北側の、硫黄川沿いには、黄採掘跡地が存在している。この黄鉱山は、 江戸時代後半から存在していたが、明治期以降マッチの原料として、洋の需要が増大し本格化。1886年には、三井財閥により、北海道で初めて蒸気精錬が導入され生産を拡大した。最盛期の大正時代には200人ほどが生活していたが、昭和19年に閉山し、現在は大火レンガが散乱している。 2009年に経済産業省の近代化産業遺産群に選出された。ありがとうございます。